ドルフィンウェーブ。コーチ、今日もよろしくお願いします。私をクールでできる女にするって話ですよ。見た目は落ち着いてるってよく言われるんですけど、ちょっとだけ抜けてるところがあって、イルカにはクールな先輩だって尊敬されてるんですけど、全然そんなことなくって、でも実際どうすればいいのか具体的な方法がちょっと分からなくて。思い出してくれて助かります。今までは私なりにクールだと思うことを実践してはみたんです。だけどどうにもしっくりこなくて。はい、まずはお手本が必要だと思っていろいろな作品を見たりしました。こないだは和田摘の見えざる手というクールな女性写手が活躍する映画を見たんですよ。数十人の敵に囲まれてもアサルトライフル一本で敵を全滅させるシーンはすごく爽快でした。他にもハニートラップゲームとかロストワルトみたいなスパイ作品とか、あとは銃をいっぱい使う以外にお酒をたくさん飲む映画も見たりするんですよ。知ってますか、コーチ。ハードボイルドの登場人物ってみんな薬を飲むときお酒で飲むんですよ。それにコーヒーをやたら飲んで敵を撃った後は血まみれになりながらタバコを吸うんです。さすがにタバコは体に悪いので吸いませんし、薬は普通にお水で飲みますけど、でも歌いさんの前でそれらしい真似をしたんですけど笑われちゃって、私には向いてないのかなって。でも今度はブラックコーヒーに挑戦してみようかと。これくらいならいけそうな気がしませんか。あとはじゃじゃーん、これです。これメガネです。コーチもきっとご存知でしょうけど、クールな女性ってみんなメガネをかけてると思いませんか。これは度の入ってない伊達メガネですけど、知的なお姉さんに見えそうなものを選びました。だからこれで私もきっとクールな女性に一歩近づいたはずです。そういえばそうですね。努力の方向が変って言われてはいるんですけど、どうすればいいのか。確かにどんなものかって聞かれると説明できない気がします。まずはどういう人がクールなのか私の中でイメージを固めた方が良さそうですね。みんな、お待たせしました、コーチ。ひとまずクールの意味を調べてみようと思って歌いさんから辞書を借りてきました。これに従えば正しいクールのイメージをつかめること間違いなしですね。なんかコーチの反応が微妙な気がする。あはん、では気を取り直して今からクールの意味を辞書で引いてみます。クールだから家業から引いて、ああ調べ物をするときは辞書を引けって実家のおばあちゃんに叩き込まれたんです。
やたら古風で厳しい人だったんですけど、おばあちゃん子だったんですよ、私。所作とか立ち振る舞いとか、人様の前ではきちんとしなさいってしつけられて、久しぶりに辞書を引くとおばあちゃんのことを思い出しちゃいますね。おばあちゃんのことを知ってる友人には私が孫だって知られて驚かれました。なんであのおばあちゃんの孫がこんななんだろうって。あ、クールの意味が分かりました。冷静、あるいは物事に感情が動かされない様、つまり何が起きても動じない強い心を身につければいいんですね。誰もそんなこと言ってないじゃないですか。いや、言いそうにはなりましたけど。でもこれって要するにメンタルを鍛えればクールになれるっていうことなんでしょうか。コーチ、クールになるための練習メニューって組めますか。メンタルを鍛えるって言うのは簡単ですけど、正直どうすればいいかさっぱりで。できるのなら今後、イルカやみんなの前でクールに振る舞えるようになりたいんです。私の見栄ありきですけど、強い心があれば試合にもきっと役立つような気もしますし。本当ですか？私、頑張ります。みんな、クールになるために必要なのは何事にも動じない鋼の心。ということで、このホラーゲームを遊ぶんですか？ゲームで本当に身につくんでしょうか？パッケージを見た感じだと、ただの綺麗な洋館しか描かれていませんけど。なるほど、一理ありますね。私、クールになるために頑張ります。でも作り物ですし、そこまで怖がることはないと思いますけどね。いや、番組もそういう映画とかも見たことないですよ。ゲームは、ゲーム自体あんまりやったことないですし、ゲームセンターの銃を撃つゲームは実際にやる感覚でできますけど、どうやって操作するかとかは教えてくれると嬉しいです。よーし、じゃあ早速始めましょうか、コーチ。え？ああ、ちょ、敵の接近が早すぎる。えい！え？嘘？当たらない？ちょ、なんでいきなりナイフに切り替わるの？早く銃に切り替えなきゃ。冷静に言わないでください！次はもう少し優しいレベルからでお願いします。みんな、こんにちは、コーチ。今日もよろしくお願いします。イルカにバレたりしてないですよね？
そりゃもう快眠でしたよ。思い返してみればそこまで怖くなかったかも。案外平気だったかもしれませんね。それはごめんなさい。ちょっと見栄を張りました。もう意地悪するのはやめてくださいよ。でも私のために用意してくれた練習メニューだから攻めはしませんけど。それより今日は何の練習ですか？ドッキリ？え？ドッキリ？それってバラしちゃっていいんですか？さすがにそんなあからさまなものには引っかかりませんよ。はあ、もしかしてコーチ、私のことバカにしてますね？ああ、わかりました。そっちがその気なら負けませんよ。絶対に動揺なんてしませんからね。まったく、こっちは真剣だって言うのに、コーチは少し私を甘く見てますよね。いいですか、コーチ。さらりとかわしますよ。こんな箱ごときで、私が驚くわけ。散々なことを言って、私弱すぎます。弱いのは認めますから。だからもっと簡単な練習でお願いします。ホラーゲームもびっくり箱もうろたえてしまうのは心が弱いからです。なので心を鍛えるために座禅をするのはなんとなく理解できます。でもどうして練習場なのでしょうか。座禅なら部屋でもできると思うんですけど。なるほど、妨害に屈しない心ということですか。わかりました。それでは始めますね。って、あれ、コーチ、それはびっくり箱ですか？なるほど、そういうことですか。この試練を乗り切って、私はクールな女になります。終わりましたね。本当ですか？私そんなにすごかったんですか？もしかして座禅が一番いい練習かも。コーチ、何を